西部観光バスの車両西鉄高速バスの車両ライオンズエクスプレスはかつて埼玉県埼玉市東京都神奈川県横浜市と福岡県福岡市を結んでいた高速バスの愛称名である2011年12月8日に運行開始したが2015年5月16日の出発日をもって休止となったライオンズエクスプレスの名称は かつての西鉄ライオンズの本拠地であった福岡県と現在の埼玉西武ライオンズの本拠地である埼玉県を結ぶ路線であることにちなむ。なお、運行主体もライオンズの新旧親会社である西日本鉄道と西武鉄道のそれぞれ関連会社である。営業終了直前の走行距離約 1152km は西鉄が運行する博多号を抜き、 日本最長距離の路線バスとなっていた。は、一般道区間の長い岩見エクスプレス下りに次いで2番目。埼玉福岡間を池袋と横浜 E キャットに立ち寄り、東名高速道路、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路経由で結ぶ。博多号と異なり、運行開始当初から東名高速道路経由であった。運賃は、 時期別に設定されており、A 運賃、B 運賃、C 運賃、D 運賃の4種類である。4列シート車のみの設定となっており、価格帯も博多号のエコノミーシート相当となっていた。インターネットでの予約については、西鉄グループの路線を取り扱うと、ハイウェイバスドットコムと西武グループの路線を取り扱う発車をライネットの両方で取り扱っていた。 運行開始当初、当時西鉄グループの路線を取り扱っていた学、バスでは取り扱っておらず発車オライネットのみで取り扱っていたが、2013年7月1日から学バスが閉鎖されハイウェイバスドットコムに移行したため、同日以降の便については、ハイウェイバスドットコムでも取り扱うようになった。2015年5月16日発車便をもって運行を休止する胸のアナウンスがなされた。 これまでビジネス客や観光、レジャー客を中心に約4万5000人の利用があったものの取材に対し西鉄は利用者数の伸び悩みからこれ以上の運行継続は難しいと説明しているという背景として格安航空会社による福岡成田便の影響もあり乗客は減少していたという太とは停車停留所 大宮横浜間及び博多天神間のみの利用は不可。夜と朝に1回ずつ休憩を行う。休憩場所は上下便ともに足柄サービスエリアと下松サービスエリア。西部観光バスの運行開始当初の続行便、予備車両。ありがとうございます。